そういうわけでバッテリーを購入しました。今回購入したのは、台湾湯浅、結構有名ですよね。まあ、あの有名なところで言うと GS 湯浅というバッテリーがあるんですけども、台湾湯浅、GS 湯浅と名前は似てるんですけども、全くのまあ別会社だというふうに聞いています。値段も、GS 湯浅に比べますと、この台湾湯浅の方は半額程度で、購入することができます。まあ消耗品ですのでね、これでもいいかなと思い今回買いました。まあ今回この台湾湯浅のバッテリーに決めたのは、まあ今つけてるバッテリーが、まあちょっとどこのあれかちょっとわからないんですけども、新品で使い始めて1年半も経たずに、バッテリーが上がっちゃいましたので、おそらくバッテリーの性能云々ではなく、バイクの車両自体に 何らかの問題が発生しているのかなと思っています。なのでいいバッテリーをつけたところですぐ上がっちゃうのかなというあれもありますので、今回はまあお試しという形で、この台湾湯浅に決めました。このバッテリーはどうも当たり外れが、あるみたいで、当たりのバッテリーを引くとそれなりにいい思いができるみたいです。逆に外れを引いちゃうと半年持たずにバッテリーが上がったとか、そういう話も聞きますのでね、今回これが当たりか外れなのかは分かりませんけどもね、まあ、当たりやったら当たりでラッキーやし、まあ、外した時もまあこんなもんに運は使いたくねえなという、それはそれでよしとしようかという形でね、いきたいと思いますので、当たってもよし外れてもよし、そういう感じで今回これをつけていきたいと思います。はい、台湾湯浅のバッテリーです。それでは、取り付けていきたいと思います。このバイクは、2箇所でカバーが止まっているだけなので、もう外すのはすごく簡単です。はい、バッテリーが見えてきました。バッテリーを外すときの注意点としまして、必ず、マイナスから外すということ、このマイナスから外すということを守れば、あとはもう特に難しいことは何もないです。必ずマイナスから外す、で順番にプラスを外して、これで外し終わりました。ステンもね、2箇所で止まってるだけなんで本当に簡単な作業です。はい、外し終わりました。古川バッテリーがついていました。それでは、台湾湯浅のバッテリーをつけていきたいと思います。つける手順は外した手順と逆の手順で行うだけです。まずはステイをつけていきます。この辺はとりあえずは仮止めの段階でいいです。で、つけるときは必ずプラスから、つけるようにします。つけるときはプラスから、外すときはマイナスから、この手順だけしっかり守っていただければバッテリー交換は特に難しいことはありません。
マイナスの方を取り付けて、これで一度仮止めは終了です。軽く、あ、カメラの方問題なくエンジンがかかったので、仮止めだった部分をしっかりと、止めていきたいと思います。まあ何度も言いますけども、バッテリーを外すときは必ず外すときはマイナスから外す、でつけるときはプラスから外す、これだけはしっかりと、守るようにしてください。まあ、の魚の焼き方と一緒で、川魚は川から、海の魚は身から焼くという、まあそんな感じですかね。はい、これで最後しっかりネジを止めまして、バッテリー交換終了です。はい、バッテリー交換しましたので、とりあえず走っています。まあ、今年の夏はすごく暑かったので、8月、9月ほとんどバイク乗らずに放置してました。まあ、結果ね、10月に入ってバイク乗ろうかなと思ったら、バッテリーが上がっていました。もうやはり夏でも冬でも関係なしに、1週間に1回はエンジンをかけることがバイクにとってもいいのかなと今回は、思いました。冬、これから寒い冬が来ますけども、サボらずに週に1回はエンジンをかけたいと思います。